お願い助けてホークちゃん。よっしゃ任せときなエリザベスちゃん。で何を。私いつもいつもメリオダス様に守られてばかりで、これ以上メリオダス様の足手まといになりたくなくて、だから自分のことは自分で守れるようになりたいの。エリザベスちゃん。お願いホークちゃん、強くなるために指導してほしいの。そういうことなら喜んで力になるぜ。エリザベスちゃんと俺様による夢のホークナイト、ここに結成だ。ありがとう。それじゃあ早速。まあまあそう慌てんなって、まずは軽く腕試しといこうぜ。犬野郎、いいところに。ちょっと俺たちの訓練に付き合ってくれ。よろしくお願いします。エリザベスちゃんは後ろに下がってていいぜ。まずは俺の強さを見ていてくれ。とっとと片付けるぜ。様にサンドバッグとしてボコボコに。それで二人だけで悪者退治に出かけていったって。悪い予感しかしないな。まや、早速村で情報を仕入れてきたぜエリザベスちゃん。どうやらハイド&シークの連中が村人たちにいたずらしてるらしいんだよ。ここは俺たちホークナイトの出番だぜ。そうね、村の人たちを困らせてるなんて、なんとかやめてもらいましょう。あ、おうおう、お前らが例のいたずら者だな。痛い目見たくなけりゃおとなしくするんだな。ホークちゃん、乱暴はダメよ。おいおい、エリザベスちゃんがわざわざ出るまでもねえって。エリザベスちゃんの応援があれば俺一人で100人力や。とっとと片付けるぜ。
た？どこから逃げ出したの？大丈夫そうだし、団長が後をつけてたことにも。あ、後をつけて？おい、キングちゃんよ、どういうことい？つまり君たちのことを心配した団長は影からこっそり見守って、これ黙ってるように言われたんだけど、滑らしちまったってわけかい。私はメリオダス様に余計な心配をかけてしまったのですね。ホークちゃん、ホークナイトだけど、もう仕方ねえな。短い春だったが、今日限りで解散とするか。強くなりたいのは分かったけど、あんま無茶するなよ。メリオダス様。はい。